わーしゃー、やっていくぜー。前回はなんかひたすらね、話し長い話を聞いてるって感じだったけど、今回はね、ストーリー進めていきたいね。あとね、ちょっと、まあ、あんまり皆さん、特にコメントもなかったんで、気にされてないかなと思うんだけど、一応ね、パート2以降は、ゲームのボリュームをちょっとずつ上げてくるんですね、これね。パート2が、音量5で、パート3が音量6で、パート4が音量7で、で、これが音量9になるんですけれどもね。ちょっとうるさかったらごめんなさい。まあちょっと小さいかなと思ってね、音量上げさせていただいております。まあ小さいよりは大きい、大きすぎない程度に大きいようには調整したいなと思ってるんですけど、なかなか難しいね。 Windows 7、 なかなか難しい。まあ宿屋に泊まれって言ってたから泊まろうか。ちゃう。はい、泊まりたいでーす。イベント進行するんかな、これで。ん？お？お？どうして？どうして殺しちゃったの？なんや？誰や？何の話や？ベーネ。ベーネ。真の意味に、はい、で、私はこの子を救済したのよ。何の話？お姉ちゃんの言ってることわかんない。は？死ぬこともできず、生きることもできず。それでも、ドリス、あなたは、それを救いと呼ぶの？どういうことなの？ドリスってオープニングに出てきた子、やろ？そうやろ？私の、過去。ドリス。でも2年前だもんな、あれ。いや、その夢の話はもっと前かもしれへんけど。なんなの、この胸の苦しさ。横に寝てるとか芸が深いなって一瞬思いました、今。シリア。どうしてこんなことに。シリア。ああ、お前によく似た可愛い子だよ。お？ベイクの父ちゃん？すまない。俺があんなことさえしなければ。ああ？ベイクの父ちゃん、女の人。え、この子？あ、イリエナさんっていうことこれ。名前はレイク・ランドベリーと言います。なるほど。そういうことか。きっと、幸せをくださるに違いありません。ならば、この言葉を送ります。ごめんなさい。本当に、ごめんなさい。父ちゃんはなんだっちゅうんだろうな。なんだっちゅうんだろうな。後々明かされていくんだけど、めっちゃ気になるね。あれ、ベーネちゃんおらん。あれ、ちくしょう。みんな夢見とるな。あ、ニクソンさんは？ベーネおらんね。ベーネ、いないな。探しに行こう。俺と似たような用事が。音やらい？確か、展望広場があるとか言ってたな。へえ、行ってみるか。夜の海ってやつを、シャレゴモじゃねえか。ベーネちゃんを4倍に誘いに行こうじゃねえか。お？右上かな？右上だけ行ってないと思うんだよね。多分。右上だけ行ってないと思うんですね。多分ここなんじゃないかなって勝手に思ってるんですね、私ね。お、やっぱり、ここだ。お？二人おるぞ、ベーネが。闇夜の海。何もかも飲み込み、無に返してしまいそうな深淵の闇。そしてまるで、黒い引力。私を引き継げて離さず、私が引き付けられて抗えず。オーファ、そう、あなたはあの闇に惹かれるというのね。中二病ですね。まるで、あの闇の底に大事な何かが眠っているかのように、あの闇の向こうに私の帰る場所があるかのように。ほう？あの向こうに。具体的なことは思い出せないけれど、覚えている。記憶としてではなく、魂に刻まれた意志として、私はそれらを求めていたのだと。だとしてもなぜ？いかなる根拠のもとにそれらを求めるの？それはわからないわ。
根拠も経緯も記憶に過ぎないから。今はただ何の裏付けもなくその意志が私の中を漂っているだけ。でも、物証はある。この傷跡こそは、いつかの私の拒絶の証明。たとえ記憶を失っていても私に教えてくれる。私が何を望んでいたのか。だからこれをもって、私の意志は私によって決定される。それは間違いよ。そんなものは意志ではないわ。そんな外的要因に振り回され、形式的に確定される行動理念など。難しいこと話してんな、お前ら。そうかもね。本当におかしな話。経緯も根拠も知らないの。わずかな魂の残響と体に刻まれた私に従い、私は死を求めているのだから。死を、なんだと。ああ、私はなぜ死にたいのかしら。おい、ベーネちゃん、レイク言ってあげて。レイク、知る必要なんてないわ。そんな風に理由もわからず死を求めるなんて。理由はわからないけれど、とりあえず死にたいだなんてバカバカしいと思わない？バカバカしいっすよ、本当に。やめてあげてよ。でも私はそこから逃げることはできないわ。今でこそ死を求める根拠はわからないけど、そんなの所詮記憶喪失にのモラトリアム。いつか記憶は復活する。モラトリアムは葬られて、意志が発見する。そう、全体的な真実。この傷跡が示す卑劣なまでの死への意志。だから今の私が何をしようと全ては無駄なのよ。たとえ死を求めることをやめてもね。それは違うわ、ベヨネ。あなたは過去に囚われている。その過去っちゅうのが気になるな。でも、何なの？これ以上私が口を挟むことはできないわ。あなたが自分の足で真実にたどり着かない限り、すべては無意味。何一つ得られるぞ。何一つ解き放たれないから。カレー食べたいな。私の足で、でも安心して。私は決してあなたを一人にはしない。あなたは私と常に共にあり、私はあなたを常に見守っている。二重人格ってことなんだろうな、多分これな。さあ、先に進むのよ。すべてはあなたの旅路、そして真実をつかむのは、ベーネ。あなた自身なのだから。頑張りまーす。私の旅路。おい、聞こえてんのか？そこにいたんか、レイク。ああ、レイク。どうかしたのか？何度呼んでも答えやしない。ごめんちゃい、妄想してましたっていう話やな。何でもないわ。少し考え事を。大丈夫か？かなり暗い顔をしてたぞ。もうちょっとレイクが頼りになる男だったらな。え？何？何何何？どうしたの？そんな驚いた顔して。おい。その、手首の傷跡。自殺願望者っていうことかい。リストカットってこと？そんなリストカットぐらいでさ、死にたがりっていうわけじゃないんじゃないの、別にさ。このゲームにはまともな人材はおらんのか？中二病のレイク、メンヘラのベーネ、狂信者のニクソン、次は誰だ？次は何が仲間になるんだ、俺。私以前リストカットしてたみたい。細かな浅い傷跡がたくさんあるから、多分自殺目的ではなく、自傷癖で。でもそんな中でたった一つだけ目立っているこの大きくて深い傷跡。この時ばかりは、完全に死を求めていたのだろうと。今のところは覚えていないけれどね。そうか、記憶がないからな。でもいずれ記憶が戻れば、この傷もまた蘇るわ。それでなくても今でさえ漠然と感じるものがある。じっとこの傷跡を見つめていると、わずかな衝動が湧くの。あかん。この人たちあかん。本格的にあかん人たちやぞ、これ。大丈夫か？なあ。ちょ、聞こえなかった。夜の海はなんだか引力を持っている気がするんだよ。決して前向きな魅力ではなく、もっとネガティブに心を引き寄せる。じっと眺めていると、心が飲み込まれていく。いっそ飛び込んで、あの闇に包まれて、この世界からいなくなってしまいたいと。わかるわ、その気持ち。そうね、ベーネちゃん。そうね、かごらん方がいいで、レイ君。もうあんまりかごらん方がいいと思う、俺、ベーネちゃんには。その闇に一度包まれてしまえば、永遠の救いが得られるんじゃないかって。まさかの振り仮名がついてる。
今夜は随分と気が合うな。なんだったら飛び込んじまうか。二人で手をつないで。もうちょっとあんたが頼れる男になってからね。お好きな方を。そう。でもあなたとじゃ釣り合わないわっていう話だろ。素敵なお誘いどうもありがとう。ニクソン来た。今んとこあんたに一番期待してる。一番期待してるよ、あんたに。真面目人だっていうこと期待しとるよ。今宵の国に、宵の国に裏は聞き男女のライフ。愛でも育むかと思えないしく思ったのもつかの間。よりにもよって自殺の誘い合わせとは。あまり度が過ぎると慈悲深き種も見放されますよ。何の話をしようが人の勝手だろう。そうはいきません。私が聖職者なのをお忘れですか。自殺の談義など耳かく嗅ぎつけて、種の教えを解くのが仕事です。そいつは見上げたプロ根性だ。恐れ入るぜ。大したもんだ。素晴らしい。まったく。やれやれってことかしら。ああ、やっぱり今夜は気が合うな。ニクソンちゃん、ニクソンちゃん頼むよ、ほんま。とりあえずは。それでは帰って休みましょう。え、冗談言うなよ。夜はまだ長いんです。あいつか！何やっけ？何やっけ？エンデ、エンデ。ああ、当たってた。覚えてた。よく覚えてた。よく覚えてた。チース。もうちょっといい服着た方がええんじゃないの、エンデ。ボロ雑巾みたいな服着とるけどさ。なんというまがまがしい波動。可愛げがないとかの次元ではありませんね。そう思うかい。今夜はあんたとも気が合うな。モンスター、イーブル。はたまた悪霊。様々な邪気を経験してきましたが、彼のそれらをはるかに凌駕している。エンデとやら、一体何者なのですか。これほどのまがまがしい波動を持つ存在など、あいにく私には想像できませんよ。つうか、さっきを抑えろとか言ってたじゃないのか、エンデ。どうやら、聖職者の方には僕の格の違いがきちんと分かっているみたいだね。どこかのイーブルスイーパー君とは違って。黙れ、この野郎。古傷をえぐるな。しかし、こいつはまた面白いことに。まさかあの影響でベーネの記憶が一時的にとはいえ失われるなんて。ほざけ、クソガキ、自分で種を撒いといて。種を撒いたのは弱っちい君の方だろ。記憶まで引き換えにして女に守られて。ああ、情けねえ。達成。挑発に乗られんな、レイク。奴の挑発に乗ってはダメよ。奴はそうやって人を嘲笑い。怒り狂う姿を見てなお楽しむ。心底病んだ奴なのだ。あんたに言われたくないよ、ベーネ。ねえ。あんたが言っていいセリフじゃないよ、それ、ベーネちゃん。さっきお楽しみと言ったわね。ああ、そうさ。お楽しみはこれからだよ。今しがた話してたろ。夜の海の魅力ってやつ。せっかくだから今夜はその魅力を堪能してもらう。落とされるの？船に細工をしたのはあなたですね。せっかくのマリンスポットだ。夜の海を見ずに立たれちゃもったいないじゃん。何をする気なの？答えなさい。言葉通りさ。沈める気か、まさか。大好きだと愛してやまない夜の海の魅力。今宵存分に堪能あれ。落とす気？この街落とす気か、あいつまさか。背学校に見合わぬマスレた言葉遣い。全くどこまでも徹底して可愛げにかけることで。そうだね。どうも。奴は無限不実行にして有限実行。このまま何もしないで帰るわけがないわ。せやな。ええ。違和感に感じますね。何何？邪気ですよ。さっきまでは漂っていなかった邪気が少しずつ海の底から這い出てくるように。モンスターが出てるってことか。おそらくは。海から這い出るからには海面プレートに海のモンスターが。この時間でもサルベージポートだけは開いていると聞きました。そこに行ってみましょう。ほう。サルベージポート行くっちゅうことで。行くことで。そうしか。そうすか。行きましょう。行かさせていただきましょうが、皆さん。サルベージポートで夜の海の船デート、旅、シャレコモエじゃありませんか。なんかアイテムとか買っていく必要性あるかな。多分まあ大丈夫かなっちゅう。まあ多分大丈夫かなっちゅうところやな。しかし、こんなに危ないや連中、こんなに危ない連中が主人公の RPG も初めてかもしれんぞ。ほんま、これしかし。おお、綺麗やん。めっちゃ綺麗やん。月でか。月なのかな、わからんね。あ、開いてる。セーブポイント、回復ポイント、セーブしようか。じゃあ、セーブさせていただこうかい。おいっす。
そして回復ポイントまでご丁寧に上がり上がる。ちょっと待てよ。サプリメントあるね。なんでこんなところに回復ポイントがあるの。向こうの様子が変だと思ったら海のモンスターが大発生したんじゃ。はい、上がりました。ちょっと待った、なんとかしてくれよって言ったばっかりやんか。何、連中がいろいろと荷物を引っかき回してところどころ通路が塞がってるかもしれないんだが、塞がっているところは迂回すればいいとして、問題はドラム缶から紫の液体が流出しているところだ。やつはサルベージ船の機械整備に使う劇薬、絶対にそのまま突っ切ろうだなんて考えるなよ。はぁ、中和剤を撒いて焼くかい。中和剤は緑色に塗装された木箱に入っている。ところどころに転がっているはずだから探してみてくれ。わかった。ああ、それと何、攻撃魔法のスフィアを持ってるか。はあ、なるほど。異属性魔法での攻撃は基本だぜ。はい、わかった。じゃあ、これでも気をつけての。了解っす。しか、ちょっと待って、ステータスみたい。ステータスってこれだけしかないんだ。攻撃魔法は1個しか持ってないけど、まあなんとかなるかな。なんとかなると信じたい。A1。こっち行ってみる ?A2。うわあ、あれはやばい。あれわかんない。あれわかんと言ってたの。うわあ、敵出たー。んぽぽぽ、うわあ、きめえ。きめえし、早えし。う、そんなに強くないか。クラゲ毒液。うわあ、パラライズだ、と。パラライズだ、と。魔法使おう。アベリティ、攻撃魔法。持ってなかった。ノーマルアタック。ハードアタック。ドーン。はあ、はあだよ。あれ、誰が攻撃魔法持ってんだっけ。あれ、ニクソン持ってなかったぞ、今。なんでやねん。なんでやねん。つうか、エネミーデータ見るの忘れ、強い。エネミーデータ見るの忘れてるな、完全に。フリージー。ちょ。ちょい。いや。待って。食いちぎるってなんで、ノー。こういうアビリティ、ない。まずいぞ、これ。ちょっと待って。ウェイトチェックじゃない、エネミー出た。890。状態以上にはすこぶる弱そうだ。こっちは400。状態以上はこいつは結構高いか。ちょっと待て、どうすんだこれ。アベリティー、おじょう、もうやってみようか。フォーゲット、フォーゲットにした。全く意味がなかったな、フォーゲット。コンフュートとかにしたらよかった。ちょっとダークネスハーツ、おい、倒せないときた。しかもゼロゼロ。いや、一人倒そう。せめて一人倒そう。よし。おい。らっしゃい。まさか一曲終わるまで雑魚戦に使うことになろうとは。ちょっとこれは。これは厳しいぜ。これは厳しい。レベル上げるか、少しレベル上げるか。つうかね、なんか前ぐらいのコメントで、あんまりレベル上げない方がこのゲーム面白いよとかってコメントあったんだけど、まあ自由に実況プレイやし、レベル上げるで。アッシャー好きなだけレベル上げるし、上げないかもしれないし、みたいな。そんな自由な感じでやっていきたいと思っております。まあ、ギリギリの戦闘とかをね、楽しみにしてらっしゃる方は本当に申し訳ないんですけれども、まあ、レベル上げたり、レベル上げなかったり、自由にね、のんびりやっていきたいなと思っております。まあ、今回ちょっとレベル上げるか。少しレベル上げてみます。よっしゃ。やってきました。まあ、そんなにレベル上げてないけどね。まあ、軽めにレベル上げてまいりました。というところでやっておうか。よーし。あら。一応ね、この右側行ったら、中和剤っちの手に入れたんで、このまま下行こう。これ使えるん?おう!はいはい。はいはい。こういう風に使うわけね。で、こっちは?おーい、できた。パン。
ポポポポン。あ、アビリティ変えるの忘れてたな。今全員にアビリティで攻撃魔法レベル1をつけております。うん、まあだいぶ楽だね、攻撃魔法つけてると。体当たり、こんだけレベル上げてもね、まだきついっていう感じだね。もう1時間ぐらいレベル上げてもよかったんだけど、ま、時間の無駄かなっていう気がしてきてね。うん、録画開始しておりますが、あそこにもあるね、1回1個ずつしか使えないっていうことかな。ぽいよね、ぽいよね。グワーオ、やん、こいつらね、あんだけ苦戦したんだけど、レッドフィッシュっていう、あいつは、まあ、なんていうか、ヒットポイントが低いんで、魔法で必要できるんだよね。問題ないですと。えい。魔法使えばよかったんやっていうね、最初からね。そういう話だったんですね。あ、サプリメントが結構ね、ボリュームあるから、意外と結構奥地まで突き進められそうでございますね。ここにもあるね。よし。回収。一個一箇所だろうな、これ。うん。これで、ようやく上に進める。そろそろゴールなんちゃうか？おい、おい。よし。お、仮面が、おー、せー、お、入り口に、これで戻れルート。戻れルート。なるほどね。ちょっとセーブと、補充しよう。おい、補充してくれい。ピラリン。これいいね。これがあると便利だね。かなり楽じゃん。でも今後ないところも出てくるんだろうな。なんか取扱説明書には、積む可能性があるんで、セーブポイントはできるだけ、別の場所にセーブしろよって書いてあったから。まあ、もともと私はセーブするたんびに別の場所にする主義なんで、あんまり、関係ないけれどもね。第2階層的に、おエンディアないか。完全中、夜の海はどうだった？お気に召していただけたか。いやいや、もうぐったりですよ、私。丁重なおもてなし感謝するぜ。ぜひとも礼がしたいところだ。皮肉が言えるぐらい、皮肉が言えるんならまだまだ大丈夫だな。僕としても嬉しいよ。おえんで、どうせ無駄だと思うが一応質問だ。てめえが何者なのか、ベーネの何を知っているのか、なぜ俺を敵視するのか、答える気はあるわけねえだろ。僕は全てを知っていて、対する君たちが何も知らないなんて、こんな最高に愚快なシチュエーション、誰がみすみす手放すと思う。ドエスやな、エンデちゃんは。この甘い汁は一滴残らず僕が吸い尽くしてやるよ。エッチですね。エッチな響きを感じ取りました、私。君たちはせいぜいよだれを垂らしながらその光景を羨んでればいいんだよ。ざまあみろ。戦わへんの、お前は。ボス出てこいへんの。言わせておけば。ああ、やめだやめだ。この野郎は本当に気分が悪いぜ。まあ最後のとっておきがあるんだから。まだボスか？まだボスか？この前の。ごめんと。ちょっと。そんなの、こないだのは辛いんとちゃうか？うん。いいでもわからないんだっけ。使えねえ女だな。ベーネちゃん、ダメよ、自殺とかせへんで。リストカットとかは、後でやって。全殺し確定だな、でねえわ。あー、軽々。こいつを倒してからにしな。どうなの？まためっちゃ強いなんちゃうの？またその、またそれ。はい、わかりました。今のうちにさ、弓矢とかでピッて、ピューってやったらエンとちゃうの、エンデちゃんの。エンデちゃんの口元ピューってやったらエンとちゃうの。オルトルート。さてさて、どんなやつが出てくるんだい？あ、やっべ！全員攻撃魔法だ。まあ、一回セーブしたし。なんというまがまがしい。だろう？普通のモンスターとは違う。かといってイーブルとも違う。なら一体、道後像の化けてものなのか聞きたくもなるさ。あ、お、魚の中にちっこいおっさんがいるんだけど、なんなの俺。今夜の締めとしてお相手をする。まあ、まさかこんなところで死んじゃうとは思ってないけれど。それじゃあ頑張ってね。なんなのこいつは、ドレス、アメとムチ的な感じなの？育てたいんちゃうのこいつらの。主人公たちのこと育てたいんちゃうのこいつは。オルドルート、ボスか。さてさて。倒せる敵なのか、倒せない敵なのか、その見極めをまず。あ、倒せるボスだ。ほう。ほう。
水に弱いか。魔法で攻めよう。ファイアリー762。まあ十分だ。バイバイバイ。906。十分。敵の通常攻撃に属性は乗っていない。こうレイクは魔法か通常攻撃どちらが優秀か。通常攻撃の方が優秀そうだな。ファイアリー連発でいこう。1万4000だったから10ターンぐらいで倒せるか。え、おおお、ちょっと待って、全員さ、全員あれないよ、全員魔法やから回復持ってきてないの。失敗した、完全に失敗した、完全に失敗したけど、なんとかなるか。そりゃそうだよ、そりゃそうだよな、そりゃそうなるよ、本当にそうなるとは思ったよ。ふぅ、仕切り直しだよ、仕切り直しだよこれ、本当にもう。よし、バキュン、バキュン。うぅ、痛いね。回復大事に、回復大事にしていこう。よし、十分。アビリティ、こういうアビリティ、バレットチャージをやってみようか。うん、次のターンで結構いい感じになるかな。一ターンチャージして攻撃するっていう技みたいなんだよね。使ったことないんだけどね。ハードアタック、おれい、一旦待たせたんだ、期待してるぞ、チャージショット。どうじゃ、おー強いけどハードアタックと同じか。それってどうなのそれってどうなの。あ、期待していたほどではないな。回復大事に、回復大事にしていきます。よし、さらばおっさん、元気でやれよ。綺麗だ、夜の海が綺麗だ。テートテート、おー2000、レベル上がっちった。ふう、一苦労だぜ。それにしてもどうやら少し厄介な時代になっているようですね。あの強力にしてまがまがしい、そして出所の知れぬ異形の化け物、まだ何よりそれらを完全に刺激してみせる謎の少年エンデ。そうだね、悔しいわ。奴らの恐ろしさは私、確実に私の奥底に刻まれていて、なおだずそれを今も感じているというのに、それを形にできない。他者に伝えられない。何一つとして打つ手を見出せない。まあそう、落ち込むなってべえね。いいことあるで、今度。いいえ、打つ手ならありますよ。なになに。宿に戻って明日への英気を養うことです。こんな夜ならばなおさらに。そうやな、ニクソン。お前の言う通りだ。つうかさ、これからウィンドルエーなんドルエーとか行くんじゃん。そこでエンデにわざと襲われてさ、施設解明させようぜ。施設解明させる方向で行こうぜ。この眺めよく見ると少し似ているわね。似ている？誰に？どういうこと？用済みの私が先に気づいて、当事者のお前が未だに気づかないなんて。もっともお前の意見を、意思を汲んでやるならば、主犯格としても呼ぶべきかしら。もしや、反乱なんて、ごめん、瞬きしてた。やっと思い出せたが。それこそお前が持っている唯一の実例と証明。それをバックグラウンドにベーネに期待をかけているようだけど。まあ、無駄な努力はやめておくことね。彼女はそれに応えない。その意志を持たず、その能力を持たず。やれるはず、ベーネならば。たかが一度の反乱よ。それですらフリッツの原因が介入したというのに。ああ、ここまで言えることね。まさか。なんな？それだけではないと。L ってどっちだっけ？オーファーってどっちだっけ？ペルソナは素顔になり得ない。でもそれをもって数多くの事実、奇跡を作り出し、奇
姿を変えることは可能なはず。何言ってんだこいつら、愚かな。そんなものはすぐに補正される。揺らぎなく強大な運命がその手を伸ばし握り砕くまで。あの反乱と同じこと、結局何も変えることはできなかった。ベーネたちの完全なる敗北。いいえ、それは違う。何が違う、どっちがどっちだかわからん。あれはジグベルトの部分的敗北だったわ。ジグベルト、ん？何を言うかと思えば、それは評価であって結果ではない。二人は現実を覆すことなどできなかった。それが結果、それが全て。見ているがいいわ。今回だって同様の結果に終わる。そう、お前たちは遠くない未来にそれを痛感するだろう。この日々がどうなろうと、全てはペルソナの見た儚い夢に過ぎないのだと。期待しているわよ。奈落に落ちゆく絶望の美味を。ド S が多いな、このゲーム。ド S とド M が入り混じっとるな。ベーネ、どうか忘れないで。これはあなたの未来なのだから。なんだろうね。まだ全然つかめない。ホワイトウィングポートに行ってみよう。今日はすぐに運航しているはずだ。やった。ホワイトウィングポートに行こうか。さあ、ところで今回切ろうか。そうだね、なんかね、危なげな。ニクソンさん、もうちょっとでレベルアップじゃないですか。頼みますよ、ニクソンさん。よし。もう、一気に行けんのかな。なるなる。ユーベースには戻ってくることはできなくても構わんよ。構わん。一向に構わんよ。左上のあの丸ぼっちかな。そのうち自由に世界を旅する子っていうかさ、あの右の大陸の感じからすると意外と狭いよね、一個の大陸が。お、大都市っぽい。すごく大都市っぽい。なんか裏世界とかあったりするんかな。お、おは、ホワイトウィングに着いたね。このままラボに行くの。そうしようと思います。この街もいろいろ見て回ると面白いのですが、とりあえず先にやるべきこと。はい、わかりました。いざという時は任しとけ。頼りになんのかい、レイク。私の交渉手腕が問われそうですね。それ闇？それ闇、ニクソンさん。そうだね、避けたいところだけど。ホワイトウィング、薬液のどうしようか。エピソード7か。まあ結構順調に進んでるんちゃうかな。この街は研究都市という特性のせいか、飾り気のあるところが少ない。住めば都で言うけれど、よその人にはあまり面白くない街かもね。ふーん、楽しませてもらおう。ベーネちゃん、ベーネちゃん、ちょっと遊ぼうぜ。わーわー、お、ところある。ブルーシェル、チーズフィア、チーズフィア、ちょっと待てよ。ガードスピア、ちょっと待てよ。これあれちゃうの、貝殻ブラちゃうの。これ貝殻ブラっていうことちゃうの、これ詰まるところ。そういうことやろ、ベーネちゃん。ベーネちゃん今貝殻ブラつけております。貝殻ブラのベーネ、いいと思います。貝殻ブラもいいよね、そういうのすごくいいと思うんだ。そ、先にラボの剣を片付ける。あ、そうなの。そっちじゃないの、こっち。で、道具屋とか寄りたいんやけど、そろそろね、シルバーセイントの装備が売ってると思うんだわ。うちのは勉強しなさいってうるさいんだ。ここは研究都市なんだから、みんな勉強して当たり前なんだって。もうむちゃくちゃだよ。大変や。ここって遊ぶところが少ないのよね。研究都市なんて言って、そうやって楽しんでるのは結局大人だけ。少しは私たちの遊びの場の研究もしてほしいわ。マセタガキちゃんですね。知っての通り、この町には天下のホワイトウィングラボラトリーがある。だが自慢どころだ、自慢どころかお夢だぜ、俺的にはよ。あそこの連中は嫌いなんだ。どいつもこいつも傲慢チキな態度でさ。学者ってのはあんなんばっかなのか。大変ですね。よし、購入しよう。まだなの？まだなの？まだダメなの？そうだの。そうなんだ。しょうがないね。チーズ。ここの街並みって案外整然としてるわね。研究都市なんて言うからもっと整然と区画整理された街を想像してたんだけど。それともこの雑然ぶりこそが研究者の真のありさまを示しているのかしらね。さながらコーヒーの一つも置けない散らかりきった机の上のように。あるある、そういうの。研究者っぽい。
あ、こっちにいいの？う？この先？一歩外に出れば荒野が広がっている。元は草原だったのが、ディザスティアとの長い戦いで荒れ果て、ろくに草も生えなくなっちまったらしい。ディザスティア？ああ、はい、すいません。外にね、出れへんのやな。ラボね、行くかい？こっち？こっち行ったらええの？お、チョイース。頼もう！わし、ニクソンと申す者です。ここの研究員を片っ端からぶっ倒しに参りました。よかろう、通れ。引き返すなんて、引き渡すなんてとんでもない。昨日の強引なやり口を改めていただくお願いに参ったのです。だったら今すぐ帰るな。何せ上からの命令だ。ガキを引き渡すのなら丁重にご案内。さもなくば丁重にお帰り願えと。やっちまいやしょうか、ニクソンさん。え、やっちまいやしょうか。ではこうしましょう。私はニクソン・クロムウェイ。このラボで天使研究に関しての取材を行いたいのですが、それならアポが必要だな。どのぐらい待てばいいですか？そうだな。あ、右上に光ってる。100年ってか？野郎舐めてんじゃねえよ。ちょっとレイク。だこら。文句あんのか？大ありだクソ野郎が。だったらどうすんだ？俺をぶっ殺すか？上等だ。そこの白い白液を塗り替えてやるよ、てめえの血でな。喧嘩っ早すぎるだろ、レイク。いくらなんでも。いくらなんでも頭に血が昇るの早すぎるだろ。手直してきてもダメだろ？望むところです。さあ、引き上げますよ。いいの？裏口から、裏口入学的なことするん？しまった、あそこにあった宝がめっちゃ気になっとるんやって。あのクソガードマン。いつかだっこ。いやいや。そんなに怒るとこあったかな？ねえ、どうかな？随分あっさり引き下がったわね。何か策でも。策はありませんが、そうだね。避けたいよね。賛成ね。ヘンデといいあのガードマンといい、なぜそうすぐに熱くなるの？なことだと、簡単に相手に心理をつかまされてしまうわよ。知るか。職業分みたいなもんだ。平素からイーブルとやり合ってるせいで争いの匂いに敏感なんだよ。元バウンティーハンターならわかるだろ。わからないっす。良くも悪くも若さですね。そうやな。ニクソンさんはいくつなの？しかし困りましたね。ああ、もう無限に扱われるとは。しつこく食い下がって折れる類の人種じゃないわね。コネとかないの？あればこんなことになってませんよ。そうだよね。裏口から入るとかはさ、夜中に侵入するとかしかないんとちゃうの？左上のアーマーの女の子めっちゃ可愛い。ダメですね、作画を。夜に侵入しようや。侵入。もともと無謀な試み。早いよ、諦めんの、ニクソンさん。田舎の教会が天下の研究機関に直接案を挑むだろう。多くの場合、マイノリティはマジョリティに駆逐されるのが世の常ですし。そうだと思いますけど。所詮は捨て子ってことかよ。なんとかしたってよ。気晴らしに少し街を散策しましょうか。それで時間が経ったら、もう一度だけ悪あがきでラボに食い下がってみましょう。そうだね。向こうから手を出してくればさ、またやりたい方なんじゃないんじゃない。正当防衛を主張して、やむにやまらず手を出しましたみたいな感じでやっちまったらエンドちゃうかな。相手を挑発して手を出してくるの待つ。それが最善の策なんちゃうか。どうや。この川わしの毎日の散歩コースでな、周りは腰やら膝を痛めると言っておるが、そんなのわしは聞かんぞ。もし素直に聞いていれば、それこそ老いたということだからな。若いじいさんやな。あ、そうや、ニクソンさんの年齢とかさ、ステータスとかで見れないの？見れないの？エンター、グラフィック前進。細い！ニクソンさん、細い！いくらなんでも細い。あ、ウェーネちゃんも細い。レイクも細い！みんな細い。スマートや。あと、ディスティネーション。キャストデータとかあるんだよね。誰さんだっけ？ニクソンだ。33か。もっと結構上かなと思ったけど、意外と若い。179cm でかいな。陽天使の里ホーイックの教会で牧師をしている男性。陽天使孤児たちを取り巻く悪環境、またはその存在自体を心が憂いており、現状の改善に強い意欲を持つ。何事にも定常で穏やかな物腰を見せるが、これで以前はバンティーハンター家業を営んでいた経歴を持ち、常に特に銃の扱いに手慣れている。あ、そうそう、あとストーリータームデータ、これ敵だね。敵とか街とかそういうのがいろいろ見れるみたい。まあ、今度見よう。ストリートビューってね。これね、過去の。若きイーブルスイーパーレイクは、ランゲル、ハゲの診療所で戦いの傷を癒していた。
そこでランゲルとの恋に落ちるレイク、こっちかい？お、イベントかな？いい景色ね。観光スポットかなんかか？何にもないね。ええー、今では。昔は何があったの？今では。人呼んでディザスティアの丘。レイクでもご存知なのですね。ユベスの時は博学とは無縁の様子でしたが、博学も何もあるか、こんな有名な場所は。そんなに有名なの？ああ、そうか。ベネは知らないんだったな。よかったら教えてくれるかしら。うん、ちょっと教えてや。別に構わないけどな。何があったん？ララララって言いそうだな、こいつ。今から10年前、史上最悪のイーブルが出現した。その名をイーブルディザスティア。ディザスター、大災害から付けられたその名の通り、奴はまさに生きた大災害だった。賞金組のイーブルさえゴミクズに思えるほどの、文字通りインフレしまくった絶大なパワー。そして無心に繰り返す虐殺と破壊。奴が通った後には雑草の一本すら残っていない。人類を襲った未人像の危機。人類とディザスティアの一大戦争。奴を倒すべく名を手ぬイーブルスイーパーや傭兵たちが戦いを挑んだが、誰も奴を倒すことはできなかった。そんなに強かったんだ。戦いは半年近くにも及んだ。だがその中で奴の生命力は確実に削られていた。そしてそいつは終止符を打った。うん。従順技術の若手バウンティーハンター、ランサード・ジャイアン。ジャイアン。ディザスティアにとどめを刺した伝説の男だ。いくら奴が弱っていたとはいえ、名の知れた戦士を返り討ちにするには十分だった。だがランサードは奴の死に際凄まじい抵抗をもう跳ねのけ、奴にとどめを刺した。ええー、な、ランサードジャイアンじゃなかった、シャイアンだった。ジャイアンってどう読み間違えたらジャイアンだ。シャイアンでした、すいませんでした。シャイアン、ランサードシャイアンファンの方、大変申し訳ありませんでした。イーブルディザスティアンを倒した男、そいつは伝説になった。その丘は？この丘とのさ、関連性が今見出せないんだけど。このディザスティアの丘は？あ、そうなんだ。ここで戦ったの。すごいな。イーブル打倒に向けてイーブルの研究を行う研究都市がここに建てられた。それが白い翼、ホワイトウィング。イーブルの黒い翼にあがなうという決意。なるほどね。一方でランサードだが、この決戦の直後に午前と姿を消しちまった。失踪したの？おお。何も告げず、ディザスティアにかけられていた莫大な賞金を受け取ることもなくだ。人々が喜びの人でディザスティアの亡骸を見に行った時、奴はすでにいなかったらしい。何かあったのかしら。さあな。元からドライな奴だったらしいが。もしかしたら単に闘争心だけで戦って、賞金やら名誉やらには興味がなかったのかもじゃん。だが賞金の額は膨大で、一生遊んで暮らせるだけのものだったらしい。それをドライの一言で辞退するってのは少しばかり現実ばかりしている。その理由があった？想像もつかない。なんだろうな。ランサード・シャイアン。もはや英雄というより謎の人物として今でも時々語り草にされている男だ。会ってみたいな。今度出てくるんだろうな。ディザスティア。聞き覚えある？ベーネちゃん。なあ、ニクソン。もうそろそろいいんじゃないかい？ああ、そう？街へ戻りましょう。はーい。もう少しだけ暇、なんでやねーん、なんでやねん。レイク・ランドベリーとベーネ・アンスバッハ。はーい、僕です。僕レイクです。エンデータはまた別の流れみたいね。アサシン、そしてはイーブル連れてますね。おい、言っとくが、俺は片田舎のイーブルスイーパー。命を狙われる覚えなんてないぜ。覚えがなくともそれが命令だ。レイクを亡き者にし、ベーネを連れてこいと。おう、私はのけ者ですか。寂しい限りですね。ニクソンさん。妙な話ね。私だけ殺さずに連れて行くなんて。知ったことが、俺は命令を忠実にこなすのみ。その程度のイーブルでやれると思ってるのかな。やられるのも私仕事です。一体ずつかかってくんの？かけるさん？なんか BGM が変わった。うわ、君。イーブルか。だとしたら随分と妙な話だ。イーブルってのは基本的に人間の言うことなんか聞く連中じゃない。ましてこんな風に手下として刺激されるなんてな。それが事実だとしても俺の知ったことではない。俺はただマスターから頼もしいペットとしてこいつを与えられただけだ。なるほど。可愛くないペットだぜ。ぶっ潰してやる。強いんかい？うん、そんなに強くなさそう。
なかなかやるようだな。そうやろ、俺がジキジキに葬ってやる。もう一体残ってるじゃん。戦わないのその子は。ボス本格的わあ。黒のアサシンポイゾナブレイド毒だと。なかなかやりようだ。うわあ、いきなり痛いな。イネミデータ7700、状態異常には 100% の耐性が。ファイアビリティロザリオスナイプでまず着実に減らしていこう。よっしゃー、1400。そろそろ倒れるんとちゃうか。マインドシャドウ、何それ。あ、やば、そうやばそう。うわー、全員フォーゲットやと。そろで、キークス、あともうちょっと、もうちょっと、あと174倒せる。よっしゃー、あの黒い玉がある状態、あの玉がある状態だと、なんかね、必殺技が使えるようになるみたいね。説明書に書いてあった。だからあの玉を敵の属性に、させないようにしつつするのが、いいみたい。聖職者、いやいや、ここでやっといた方がいいで。どうせ彼は末端の末端、何も知らないわ。叩いたところで何の誇りも出ないか。さあ、このままおとなしく引き下がるのなら見逃してあげますが、いかがなさいますか。散々に言ってくれる。いいだろう。今回だけ引いてやる。だが覚えとけ。我がマスターから逃れることなら不可能なのだ。ちょっとさあ、お、なんか落としてた。ざるやな。アホやな、あの子も。さて、厄介なことになったね。エンデの次はアサシン。しかもどっちも身に覚えがないときた。冗談じゃないよ、本当に。ベーネ、あのアサシンに覚えは。多分本来の私にも身の覚えのないこと。エンデに対しては胸の奥底にうずくものがあったけれど、今回は何も感じなかったから。ベーネの記憶が戻ったとしてもあの野郎に関しては何もわからないってことが。まったく、エンデだけでも手を焼いてるっていうのに。お、おい、ちょっと来てくれ。なになになに、目朝か、身分証明書的なもの。大きめの飾りボタン。今のアサシンのものでしょうか。表紙に黒い獅子が彫られている。はぁ、黒い獅子、何か覚えがあるかい。アサシン集団のエンブレム、ちょっと見せて。身に覚えがあんの、ベーネちゃん。何何、あのこのボタンが廊下に落ちていたのですか。そうか、私によこせ。まったく、緩んでいることそうよな。ゾゾン、あんあん、その黒い獅子は口を挟むな。お前は何も知らなくていい。わかりました。女性がベーネってこと。私このエンブレムはどこかで見たわ。本当なのか。これでベーネとアサシンが繋がりましたね。あの野郎結構でかい誇り持ってんじゃねえか。こいつから糸を手かぐってマスターまで行ければいいんだ。エンデにせよマスターにせよ敵の正体がつかめないと対抗手段も見出せません。そうだな。とりあえず町に戻らない。エンブレムのことはその後でもいいわ。そうだね。ちゅうかちょっとのつもりだったがやべえことになってんな。ちゅう、ん、そういえば例のルシファーの件、結局どうなったんだ。あ、ディザスティアのことね。いまだに正式には決まってないけど、私たちからも支援部隊を送り込むということで話が進んでるみたい。やっぱりそれが筋ってもんか。一応場所を借りてるみたしな。それで減退は？調査が難航してるみたい。ちょうど第三次ピーク期の真っ最中だったし。史上類を見ない最大規模のキャンサーイーブル。それも諸令状となる二重数。え？現場も混乱を極めているわ。しかし支援部隊か。連中が認めるかね。認めはしないでしょ。例によって、アニタ様とデイジー様で押し通すの。いつも強気なことで、火種にならなきゃいいんだけどな。ほら、この前、急死したラルフ委員長の息子。モーガン新委員長でしょ？確かに向こう側の最もたるものよね。ものもいかにも小さそう。はい、ほら、あんこのこと？変なのこと？早くもインポ野郎の噂が立ってるしな。それに関しては俺の方がよっぽどご立派だぜ。はぁ？なんなら今夜、実物を見てみるかい。セクハラですよ、それ。セクハラですよ。お、ベーネ。今の話に興味でも持ったか？どっちの話よ。そんな顔すんなよ。前者に決まってんだろ。この子にはまだ難しいわ。可愛げもないし。ベーネの昔ってことが、可愛げか。この前の件で、しばらく止まったけど、正直言ってシーフには疑問を感じ始めたわ。数年前から狂人なんて評判もちらほら聞くようになったし。シーフ？確かに彼の方針は理にかなっている。合理的で何よりも手堅く、事前工作。問題因子の除去による予防と回避。予定外の許されない状況で手放しに歓迎されるリスクソリューション。でも狂ってるわよ、実際。普通じゃないわ。
12歳の女の子がリストカットで自殺未遂なんて。その頃から？その頃からなの、ベーネちゃん。ああ。うん。というところで、ちょっとごめんなさい。ちょっと一旦切りまーす。はい、一旦失礼しまーす。